俺？この子のカウンセリングしてあげて。誰がいんのか。連続放火事件の重要参考人の家から幼い少女が発見された。八神は耳が全く聞こえなくて。耳が。なぜか真相を語らない容疑者の男と囚われていた少女。もっと深い隠しておきたいことがあるってことか。謎に挑む天才心理学者鳴海咲。そしてお姉ちゃんの母親と名乗る女性が現れたって。事件は思わぬ方向に展開する。ザ・世界仰天ニュースが取り上げてきた数々の真実の事件。助けてください。お願いします。そこから着想を得て新たなストーリーが誕生。ザ・世界仰天ニュースプレゼンツ。なぜ少女は記憶を失わなければならなかったのか。心の科学者鳴海咲の挑戦。10月1日水曜夜9時。ありがとう。その仰天の真実とは。こちらの仰天ニューススペシャルドラマに主演する山下智久さんからスペシャルコメントが届いています。仰天ニュースプレゼンツということで、驚くような人間心理でですね、こう怖い犯罪が行われていたりとか、こんなニュースあるの、こんなことがあるのって、日本でも実際に起きていることなので、今までにない形のドラマになっていると思いますので、ぜひ親子でファミリーで見てください。